どうも、藤巻くんおしなきにゃんです。どうも、佐野くんおしのりゅうせいです。アディダスと INI のコラボが発売ということで買いに来ました。まさかの誰もいない。全然誰もいない。欲しいサイズが買えなかった時のサイズまで決めてたんだよね。お互い。僕はちょっと今からお仕事に行ってくるので、りゅうせいくんに頼みたいと思います。ジーヤタの分もりゅうせいくんが全国買います。逆に恥ずいんだけど、ここ一人で待ってるの恥ずー。なんかガチ勢いるよってなるよね。それでは、エビバディゴー。アジト、アジト、こちらになります。イエーイ。リアスのやつで5着買ってきました。おーおーおー。3人で合わせて5着になります。実はもう着てるんですけど、これが藤巻くんとお揃いのものになります。かっこいいよ。いいな、藤巻くんとお揃い、いいな。切れ込みがちゃんとある、うん、そう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 。だからめくれないんで、切れ込みがあると。そうなの、ま、めくれない、めくれないようになってる。これいいよ。ジーヤちゃんにも松田仁くんとのお揃いを買ってきました。イエーイ、嬉しい。こちらになります。え、いいんじゃない？白、なんかちゃんと紫だし、ジーヤっぽい。ちょっとこれでおそろになるわけよ。命のね。そう、おいやいや、たまたまね、この割り振りだったの、うん、藤巻くんと松田仁くんの、うん、いい。ちょっとサイズ大丈夫かな。あ、ちょっと、ちょっと着替えてくるかな。はい、ちょっと着替えてきます。ピョンスカピョン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 スカピョンピョンピョン。あ、みーちゃん、やだやだ、どこ見てんのよ。やだ見ないで、あ、やだ、いや、見てる。ちょっと見ないで、見ないで、そんなに見ないで。あ、やだ、見てる、すごい見てる、すごい見てる、やだ、すごい見てる、やだ。59歳おじいちゃんの裸体。裸体言うな。アジト、アジト、ぴょーん。どう、エビバディ、エビバディゴー。切れくな、切れた、切れた、切れてよかったね。切れるわ、 4L だ、 4L って 2L、 わかんないや、でっけえやつ。え、いいよ。え、かわいい、夏っぽい、夏っぽい。アジト、アジト、あともう一着あります。もう一着あるんだよ。あー、これか。だから全体写真の時に着てるやつの薄ピンクのやつがある、うんうん、これもちょっと着てみてください、ジアちゃん。見ないで、見ないで、はずいから。はい、イエーイ。なんでここ切れ込みないよ、こっち。切れ込みが気になっちゃう、私が。え、どう？ハワイで浮かれてる人って感じですか？あ、ね、これハワイ、やしくなってる。なんかちょっと南国感強いわ、これやっぱ、うん、だってね、袖にもアディダスって書いてあるの。こっち書いてないよ。そう、こっち書いてないの。これも、これの白色、白バージョン。こっちちょっとあれだね、ちょっと夕焼けっぽいね。あ、ほんとだ、オレンジで。こっち夕焼けだ。うん、かわいい。これは何？これはジンくんなの？これはメンバー全員着てるやつなんだけど、色が違うの、メンバーによって。で、たまたま藤巻くんと松田仁くんはピンクだから一緒なの、わしも。わしは、これネットで頼んだ。これワンチャンでもさ、ピンク薄いからさ、3回ぐらい洗ったら白になるよ。ねえ、アディダス舐めないで。アディダスの染色の技術舐めないでもらっていい？アディダスごめんなさい。ね、アジト、アジト。そして、まぁ、あ、ちょっとここまでがもう前座。前座だよね。結局はこちらですよ、このトレカー、これ。これなのよ。しかも見て、ちゃんとアディダスのマークが。T シャツ1枚につき、1枚。もうちょっとくれよ。じゃあ何枚欲しいの？アジト、アジト。いくよ。せーの、ぴゃっ。おー、ジンくん。おー、あ、見て、同じの着てるよ。当たり前か、ジンくん。当たり前か。あ、もし最初に引いちゃって、これ YouTube 的にどうなの？ YouTube 的にはもう超最悪だったみたい。やめたよね。うん、決めするね。やめするするしよっか。最後にやろう、最後に、最後に。ちょっと待って、1枚目から。あ、待って、1枚目から。1枚目から行きましょう。1枚目から見たいと思います。何が当たるのかな。ドキドキだね。怖いですね。怖い。せーの、ぴゃん。あ、池崎くん、リヒトくん。あ、リヒトくん、あ、かっこいい。あ、これ黒もあるんだね、かわいい。黒も、あ、黒もかっこいいね。せーの、ぴゃん。おお、佐野くん。佐野くんじゃん。お、え、ゆうせくんの推し。当たってるよ。当たってる、当たってるよ。なんかすごい冷静になんか言ってたよ、さっき。当たってる人いるよって。ねえ、だから買い足さなかったんじゃん。当たったからだ。なんかわしに止められたから買い足さなかったって言ってたの、本人は。うん、違うね、違うね。当たったね。アジト、アジト。うちらあんまりくじ運良くないのに5枚で、うん、もううちらも2枚当たってるってすごくない？え？ 2 枚？あ、2枚じゃない、1枚、1枚、あ、ごめんごめん、2枚？1枚、1枚、まだ佐野くんとリヒト君しか出てないんですけども。ごめんなさい、ごめんなさい、あ、ちょっと記憶違う、あ、ごめんなさい、そうなった。アジト、アジト。せーの、ぴょっ。おー、まさやくん。あー、わしこれ欲しい。あー、まさやくん、まさやくん、ね、せーの、ぴょん。まさじ、おー、たじまくんの。そして最後、最後、最後。いや、別に入れなくていいだと思うから。せーの、ぴょん。あ、まさやくんの。えー、すごーい。やばい、やばい、やばい、まさやくん。アジト、アジト。はい、
ということで、オンラインショップの方が届きましたので、今回配送遅延ということで、ちょっと遅れて届いたんですけど、でもとはいえ、2日後の朝には届くっていう。まあまあ早い方だよね。まあまあ早い。素晴らしい、本当に。タワレコの9階に行ったんですけど、9階が大交換会場みたいになって、INI のオタクたちがみんなそこで交換すればいいんだけど、一応交換できたんだよね。できた。三好野崎くん交換したくて。で、昨日なんとか尾崎くんゲットしたね。よかったね。で、ジーヤちゃんも松田陣をゲットして、ジーヤはどっちがジーヤちゃんか分かるかな。難しいね、そんな視聴者さんが解けないクイズ出すのやめて。な、難問すぎー、邪魔すぎー。アジト、アジト、僕は何を血迷ったか、なんか3回に分けちゃって注文を。どうしたの?9時1分、9時2分、9時4分って。え、なんで今回ね、これすごくオンラインがね、罠というか意地悪なのが。何?必ずトレカがつくわけではありませんっていう。そうなの?注文して開いたらトレカが入ってない人も世の中にはいるっていう。え、不公平じゃん。なんで先着順ってこと?そう、なんか一応なくなり次第終了みたいな。あ、まあ、しょうがないけど、ね。そう、だから今からトレカの開放するんだが、一枚も入ってないこともあり得るし、全部入ってることもあり得るっていう賭けです。アジト、アジト、あの、尾崎くん着用モデルを2着買いました。うん、違う、本当は佐野くんのが欲しかったんだけど、佐野くんのがなくて。言ってたよね、あれなんで?だから自分前日に、東洋華堂とアディダスで下見に行ってたんだけど。すごくない?下見行ってんだよ。そう。あの、回転ダッシュするために場所把握したいとか言ってる。そう。この人店員脅してんだから前日。多分いっぱい来ると思うんですけど。なんか自分タワレコのイメージがあったから、うん、ちょっとヤバいんじゃないですか。9時間並んでからね。なんかきつそうなるよね。カーテン開けた瞬間、前日対応してくれた店員さんで、それがめっちゃ目あったなんかインカム越しに話してた昨日の人しかいませんみたいな。ゲサコが来たぞ、ゲサコが来たぞつって受けるんですけど。じゃん。あ、かわいい。また別の種類だ。かわいい。私これいいな。かわいいわ。この柄いいよ。ちょっと二次元だよ。うん、二次元入ってる。私これいい。そう、クラス T シャツっぽくない?よさこい節ってこと?よさこい節の人です。すいません、ソーラン節の人。ソーラン節の人。申し訳ございませんけど、ソーラン節の間違いではないでしょうか。しかも、ぶっちゃけジーヤの時代ソーラン節ないからね。あれ金八以降だからやるようになったの。そうなんだ。古くからあるように見えて、運動会に導入されたのは金八のドラマ以降なので、ジーヤが運動会の時にソーラムシあまりやってません。あの、私ソーラムシが強かったから。うわ、すごい、なんかすごい踊りそう。こうで、ところで、ところで、ちょっといいかな、分かった、どれかがちゃんと2枚あるのか。おー、よかったね。流星くんは一押しの佐野くんと二押しの尾崎くんだっけ当たってて、ジーヤもジンク持ってるじゃん。うん、にゃんちゃんがね、ま、昨日も言ったけど藤巻くんゼロだったから。でもこの人シビアだからね、藤巻くん出たからって交換してくれるわけじゃないんです。佐野くんと尾崎くんと交換するとか言い出すから。佐野くんと尾崎くん、この人シビアにゃんだから。コレクションガチ勢だから。ガチ勢だから、この人。アジト、アジト、まずじゃあ9時1分1分。あ、素敵だよ、これいいやつじゃん。ちなみにこれいいやつじゃん。高塚くんモデル。高塚くんモデルいいよ。トレカの方はあるのかないのか。ありまーす。さすがにな、これはあるでしょうと。9時1分ですから。いいぞいいぞ。はい、続いて9時2分。9時2分、これ一緒ですね。今わしが着てる藤巻くんタイプのやつですね。これお父さんにあげようかな。あの、うちお父さんが誕生日だから。あー、はいはい。9時2分はあります。さすがにね。これで合計4枚になって、そして次9時4分。9時4分は結構サイズによっては売り切れが続出してた時間なんですよ。薄ピンク、これジンくんのやつだ。そう、藤巻くんもこれだったから。藤巻くんもそうなんだ。そうそうそう。カードはあれかな。せーの、ない、ない、ない。え、あ、びっくりした。大丈夫だね。びっくりさせないで。アジト、アジト、ゆせいくんから。ゆせいくん、おっしゃ。せーの、ダウン。見えない。めっちゃ白飛びしてる。あ、すごい。ねえ、やった。オンラインで地引きは嬉しいね、なんかね。え、めっちゃ嬉しい。送られてきたやつだから。これで尾崎くん出てきたらすごくない？もう一個。え、やばい。せーの、ウェポン。あ、尾崎も100でしょ。尾崎くんでも100。
よし、いいぞ。いいよ、もうムカつくから藤巻引いてやる、絶対。いくよ。せーの、ぴょん。誰？あ、これ音聞くんじゃない？わーい、これでトライライブ。もう完璧だ。おめでとう。嬉しい、みんな幸せ。どれもうよかった、もうよかった。今のとこすごくない？一押しと二押ししか出てないよ。そうだよ。確かに。ねえ、わし言ったけど、地味にさ、5着買ってるからね。1万ぐらい払ってんだから、これで。アジト、アジト。2枚目。せーの。ぴょん。あれ？え？お酒？あれ？え、やっぱ。ダーブルお酒。えぇ？やっぱ。ダーブルお酒。アジト、アジト。藤巻くんか後藤がいい。後藤くんで、後藤くん好きなんで、僕後藤くんに推しだから。後藤くんだったら最高だね、そしたら、うん、来てほしい。せーの、ぴょん。え、来たんじゃない？あー、今一緒に持ってた。足上似てた、似てた。リヒト君、シルエットが似てた。リヒト君だよね。リヒト君、ここで見たら全然リヒト君なんだけど、このね、一瞬画面越しで見るとこれマジで後藤君引いちゃったから、引いたと思った。今後もあやなや関連動画バンバン上げてきますので、あやなやが好きな方はぜひチャンネル登録してお待ちください。高評価の方もよろしくお願いします。それでは皆さんも明日お幸せに。これも買ってきたね、これ。あー、優しい。これ CD アザージャケットだから、あの形が入るのがもうね、CD ホルダーなんだよ、もう。うん、そうなんだよね。だからこれは使ってください。ありがとう、にゃんちゃんからプレゼント。あの、ジヤちゃん、99人全くいるんで。そう、この中に。100人目、100人目。100人目、ありがとう、記念すべき、本当だね。100人目のジンク。